どうも、ゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回は、ピッチングウェッジは軽くドローするように打つのが一番精度が高いよ。そしてそれがスコアアップにつながりますよ。こんなテーマでお届けしていきたいと思います。まっすぐ打つのが一番いいと思ってやってる方が多いと思うんですね。ですが、実はそうではないケースがありますので、 今回はそれを解説していきたいと思います。スコアアップに必ず繋がりますからね。私、三谷は4生命の方が通うスクールで普段レッスンさせていただきます。皆さん、本当に感謝してます。大好きです。そして動画を見てくれてる皆さん、軽くドロー、打てるようになりましょう。そしてそれが正解だよ。じゃあ、さっ、早速いきたいと思います。ま、うん、っすぐボールを打てた方がいいというのは、あ本当にまっすぐ毎回、その距離が安定して打てるのであれば、まあ、それが一番いいのかもしれません。 まあ、そうじゃない方がいいケースももちろんありますが、えー、まあ、まあま、あ100歩を譲ってですね、それがいいケースっていうのはもしかしてあるかもしれません。ですが、それが打てればなんですね。それが、ゴルフっていうのはミスのスポーツでもありますし、まあ、結局人間のやってることなので、そのずれるわけです。誤差があるんです。その誤差というのは何かというと、クラブフェースが開いて当たったり閉じて当たったりするということなんですね。で、その時に、この開いて当たるということが非常に 例外が大きいんですね。ですから、あ万が一にも開いて当たってほしくないあ。もちろん高く打ちたいとか、そういうケースは別ですよ、えー。その狙ったところに、ある一定の狙ったところに安定していくためには、クラブフェースが開いた状態で当たるというのが、すごく距離が落ちるんです。うん、ですから、えー、クラブフェースが開いて、えー、当たってしまうと、まあ、とんでもなくですね、ボールがガクンと、 距離が落ちるんです。もう40ヤードとか50ヤードとか距離が落ちたりするわけですね。えー、こうなると、もう狙ったところに全く行ってない。もうバンカーに落ちるとか、下手したらバンカーの手前に落ちるとか、まあそれだったらいいじゃないかと思うかもしれませんが、まあとにかくですね、その右手前にガクッと距離が落ちた状態になってしまうんですね。で、こうなると、もう、 ピッチングウェイジで打ってるわけですから、もうグリーン乗せたいと言ってるのに、まるで乗らないような結果になってしまう。そして高く上がったボールがですね、バンカーとかに落ちたりすると目玉になったりするわけですね。でこういう事態にはとにかくなってほしくないので、その、開いて当たったり閉じて当たったり人間のやってることですから、まあ、まず誤差がありますよということなんですね。で、その時に、まっすぐよりも開いた状態で当たるとめちゃくちゃ距離が落ちます。 なので、デフォルト、その標準的に打っていくショットがそもそも軽くドロー、少し左側にボールが曲がるような雰囲気のショットを打っていれば、これが標準だよという状態にしておくんですね。で、その標準の状態から人間のやってることですから、少し開いたり閉じたりすることがあるわけですけど、そのドローを打つのは標準の中でちょっと開いて当たるっていうのは、すなわちまっすぐなんです。で、軽くドローしたまんまでやれば、それはそれでいいし、 え、もしかして閉じて当たるかもしれないんですが、え、それはよりドローがかかった状態にはなるんですが、え、ガクッと距離が落ちるの反対で、とんでもなく飛んでしまいますよなんてことはないわけです。そもそもドローを打ってるわけですから、それがもうちょっとプラスアルファするぐらいで済むわけですね。え、なので、え、この、軽くドローで打つということが標準になっていけば、 少し外れた右に向いちゃった。それが結果的にはまっすぐですあ。ちょっと閉じて当たっちゃった。それが結果的にもうちょっとドロー、左に曲がるです。それ、いずれもグリーンに乗るようなショットになりますので、それでどんな結果であってもグリーンを捉えることができるということです。先ほど申し上げたように、真ん中まっすぐを標準にする、基準にすると万が一開いた時にガクッと落ちますので、そうならないようにするために、まず標準のショット、基準の え、ショットが軽く左側に曲がっていくような、そういうショットを普段から特にウェッジ、ピッチングウェッジは打っていきましょうね、ということです。え、そしてくぐるようなことも起きませんし、え、距離が非常に安定しますし。 え、ピッチングエッジであれば、ある程度の高さ、スピン、そして、え、止まるようなショットになっていきますので、え、これで安定したところにボールが止まりますよ、という結果になる、ということです。え、この、今回説明させていただいた、この、ストーリーというか、え、この、ね、流れというか、関係性ですね。 それを少し理解していただいて、ちょっとよくわかんなかったよという方はですね、もう一度この動画を見ていただいて、何度も何度もですね、自分の中で納得していただくまで見ていただく。それがいいのかなと思います。このピッチングウェッジで軽くドローを打つのが正解だよ。結構曲がっちゃうんですけど、みたいな。曲がって嫌なんですけど、みたいな。そういう論調で、こうね、あの、悩みをぶつけてくる方が多いんですけど、それに対してはいいよ、もうそれが正解だよということをお伝えしているわけで。 え、この動画の内容を、まあ、レッスンの中でですね、え、こう、一つ一つ丁寧に説明するわけですが、まあ、この動画をですね、何回見ていただくというのが一番いいのかなと思いますので、え、動画を作ってみました。え、ぜひ皆さんのスコアアップにつなげていただけると嬉しいです。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。